アキアンの真面目な話。今日はですね、食べ放題についてね、話したいと思います。食べ放題の話ですか？どうせさ、腹いっぱいになってね、よ、腹いっぱいもう食われんわ、吐きそう。どうせそんなこと言うんちゃいますの。昨日もね、話したんですけども、やっぱ心の安定がしたい。なんで食べ放題に心の安定関係あんねん、言いましたらね。やっぱり食べ放題ということは、例えば1000円払うて90分、ここにあるもん食べ放題ですよと。制限時間内やったら、ここにあるもんやったら何食べてもいいですよと。ここに注文してええもんやったら、何注文して何食べてもいいですよという。やはりね、そこにやっぱ心の安定があるんですよ。普通にオーダーで注文するもんやったら、500円のね、もん食べた。けどやっぱり量が少ないから足りん。追加で300円のもん頼もうか。奮発して800円のもん頼もうか。せやからどんどんね、予算がね、払う金額がかさむ。せやから1000円食べ放題ね。例えばね。90分やったら、ここにあるもんね。何食べてもええってなったら、やっぱりね、1000円で90分間何食べてもええんやっていうね、心の安定につながるわけです。ほんで、お腹もいっぱい。ね。ええことじゃ。ね。まあ、確かに、まあ、言うてることはまあ、わかりますわ。せやけども、金あったら、わざわざ食べ放題いかんでも、普通に注文したらええんちゃいますの。まあ確かに、まあそうなんですけどね。あんまり金ないという前提の話や。そら金あったら心の安定もつながるから、結局はね、金あったら心の安定になるから、何注文しても予算がこと足りるから、それを言うな横山！